約1ヶ月しか経ってないんですけど、ええ、この作用、ね、汗だくなって、そうそう、なってたでしょ、派手だったのに口回ってねえよ、まあ、またまた訪れた県立中央公園ファミリーキャンプ場。この日はあいにくの雨。しかしキャンパーにとって天気は関係なし、雨の日でも楽しめるキャンプとは。野菜のテントどれですか。あれ、これですよ。あ、これ、うん、ファミキャンですか。一人です。え、あえての 透明っていうか、うん、ドアです。ドア、ドア、ドア、随分広いドアでございます。これ、そう、これ4メーターです。うわー、でなんか上にも張ってるんですか。これ今日雨降ってるんで、はい、スライを、そうすると雨直に当たらないので。はあ、なるほど、うん、テントの中にテントがあるって感じなんですね。そう、これカンガルースタイルっていうんです。はい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 、素敵な空間ですよね。でしょ。はい、この生地って、うん、なんか夏のやつと違ったりするんですか。 TC と違って、はい、まあなんかシルバーコーティング、要は紫外線カット。はい、ここで以前から私疑問に思っていたことを口に出すやっさん。いつなったらテント買うの。あなたいつもお邪魔してるだけだよ。お邪魔してます、私いつも、はい、いつもお邪魔してるんですよ。それを何とするのかなと。一回目ここに来た時に言ってくれたんですよ、うん、あ、やるかっつったんだ。そう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 、そうそうそう、だけどあれだと本当に、なんつうの、簡易的なもので、はい、要はこういうふうにカンガルーとして使うもの、はい、あれは、はい、単体でほとんど使わないの、はい、ってことで、やっぱりあれですよ、カンバクロ天幕ですか。だね、ラッキーさんお願いします。番組見て俺やってんなと思いましたね。結構やってんなと思って笑ったもん俺。普通10万するやつ、そう、ちょ、上げてみてって言っていいですか。あの鎌倉天幕の要は2ポールのテント内に俺がもし上げたとすれば、あのいつも使ってるテント入れるとこういうスタイルですね。ほら、もう僕の中のあのキャンプできるわけですよ。うん、ってことは全部もらいもんじゃない。じゃコットは買うんです。コットだけなんだ。マイコットは買うのやさ、ただの野宿だよ。それだけで出ると。